さあということで時刻午後2時27分です。ここから時間ゲストコーナーということで、賢者ビッチこのココラブやりますと、毎回毎回この豊橋の注目人物紹介しています。第1弾は新城に住み着いた陶芸家の賢治くん紹介しました。来週再来週ぐらいには個展がありますのでぜひともチェックお願いします。で第2弾豊橋に住み始めた女優谷口由里子ちゃん紹介しました。豊橋で映画を撮ろうと今頑張ってます。クラウドファンディングやってますのでぜひとも皆さん応援よろしく。そして第3弾は豊橋に配属された記者、斉藤記者を紹介させていただきました。そして今日は第4弾となります。今日の第4弾は来年全国に行く踊れる多国籍バンドテラチューンをね紹介していきたいなと思います。今日スタジオには、この来年全国に行く踊れる多国籍バンドテラチューンの、ベース永田そしてドラムのレオンくん来てもらってます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。本来ね、あの予定でしたらあのメンバーのギターのなぎくんも来る予定でしたけど、はい、どうしたんですか今日。今日ですね、うん、今誠意向かっているところでございます。今どこら辺にいるのか僕たちも知りませんから。そんな緩くていいのバンドメンバー大丈夫。あの本当にね、うん、サマータイムが適用されてるんでね、ちょっと肌寒くなってきた時期ではあるんですけど、うん、僕たちそんな感じでやってます、まあ、多国籍ですからね。多国籍ですから、うん、いろんな文化があってやっているバンドということで、はい、じゃあ改めて自己紹介よろしくお願いします。はい、スラムダンクすごく楽しみにしてきました、うん、テラチューンのベース、永田と言います。よろしくお願いします。お願いします。そしてはい、テラチューンドラムやってますレオンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、レオンくんは何、スラムダンクは楽しみじゃないってこと？スラムダンクは楽しみ超えて何も言わなかったっす。楽しみ超えて。今日だって僕たちスラムダンクの話しに来てますからね。そうそうそう、むしろ、はい、やっぱねこのスラムダンクで育った我々としてはね、うんうん、スラムダンクの話を今日していきたいと。バンドの話しなくていいの？はい、あの好きなキャラクターは宮城亮太でございます。あ、宮城亮太がいいと、はいはい、読んでない、もしかして読んでない？読んでるよ、家にも全巻ありますよ。あ、本当に？すごい。ありますよ。かったよかったよかった。先ほどね、うん、ついさっきあのテイフィートの音楽流れたばかりで僕ちょっとテンション上がって、うん、そっちに持ってかれちゃってるからね。うん、あの今回の映画の主題歌とかエンディングの曲になってるっていう、はい、そんな曲、まあ、そんな話は置いといておきましてですね、うん、今日この時間には実際テンフィートさん呼びたかったんですけどね。おいおいおい、豊橋のテンフィートがおるだろうここに。豊橋のテンフィートがテラチューンということで。豊橋のテンフィートではないけどね、はい、まあ、この時間ね、あのお昼の時間のリスナーさんだといつもこのテラチューンというバンドは、まあ、夜の時間登場したりとかあって、知ってるよって人も多いかもしれませんが、改めてバンドの紹介してもらいたいなと思いますけど、はい、テラチューン豊橋で活動してる多国籍バンドということで。多国籍バンドでございます。はい、どんな、いつから結成されてる感じです？はい、私たちテラチューンなんですけれども、今年の7月ですね、2022年7月に初めてあの、うん、バンド活動を開始しまして、うん、まあ、ね、8月に初ライブを行い、そこから精力的に活動しているところなんですけれども、はい、なんかボーカルの年齢18歳で、それ以外はみんな男の子で、うん、はい、あのボーカルだけ女の子っていうね、うん、大変なところの大変なところに入ってきてしまったボーカルが一喜一憂するバンドとなっております。なるほどね。一番若い女の子ボーカルが大変だな、はい、このバンドって思いながら活動してる。そうです、はい、そうですね、うん、まあ、今日はずっと紹介してますけど、来年全国に行く踊れる多国籍バンドということで、はい、今日バック BGM もテラチューンの曲がかかっていて嬉しかったです。流してくれて、まいちゃんありがとう。こんな曲がテラチューン、まあ、踊れるナンバーやってるよと雰囲気を感じながらね、トークをお付き合いいただけたらなと思いますけど、まあ、来年全国に行くということで本当に今年誕生したバンドっていう、はい、ね、バンド結成して何ヶ月？もう今 4ヶ月。あ、まだ4ヶ月か。4ヶ月。あ、なんかもういろいろありすぎてちょっとそんなそんなもんしか経てないかと思ってね。まだ4ヶ月。じゃあドラムのレオン君、4ヶ月経ちましたがどうですか？4ヶ月の濃さじゃないんですよね、もう、うん、なんかイメージね、なんか個人的にも、ね、なんかもうすぐ1年経ってもいいんじゃないかなと思っちゃうぐらいぐらいだね。あっという間だったね。あっという間、ワンマンしたし、うん、フルフェスにもそれこそ出させていただいたりとか、うん、まあ、東京、名古屋、大阪とかはね、うん、ライブツアーで決まってたりとかもし、うん、あっという間だったね。あっという間だから4ヶ月な感じもするけど内容的にはもう1年以上みたいな、うんうん、4ヶ月のうちにたくさんいろいろと活動してきたということで、そうなんですよ、まあ、この、まあ、今年を振り返る感じになりますけど、この4ヶ月、はい、
まあ、活動は4ヶ月だけど、結成っていうかもろもろやろうとしたのはもっと長いと思うんだよね。そうですね、うん、なんか実際その準備期間自体は1年以上かけてたので、うん、そのメンバー集めから始まったんですけど、まあ、あのこのバンド自体はそのベース永田とあとギターの凪が、うん、今日いない、今日今向かってるから来るかな、そろそろちょっとこの番組いつ到着するんだろうってドキドキしてるからね本当、うん、大丈夫かなと思いながらね、うん、楽しみにしてほしいんですけど、その凪と俺の2人が、うん、そのまあメンバーどうしようかとかって言いながら、その、うん、まあ、お互いリスペクトがすごくあったので、なんか一緒にバンドやりたいね、じゃあ実際にメンバーどうしようかっていうのを探しながら曲だけは書いていったりとかしてて、うん、でもなんか暗中模索の中だったんで、なんかそれこそメンバーが決まってバンド名とかもさ、うん、すっごいもう何リリースのリリースが発表活動発表の1ヶ月前とか、うん、に決まるぐらいおお、バンド名、そう、もともとバンド名もなしでとりあえずメンバーを組んでたってことだろう。あ、そう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 、うん、なんかバンド名いろいろ考えて候補あったけど、うん、思いつかなかって、でメンバーが決まりましたって言って、じゃあ今後の活動だったりとか、うん、まあ、それこそそのバンド名決めましょうとかでミーティング何回もあったんだけど、うん、いっぱいしましたね。でなんかその時に出た案は覚えてる？ない？なんか俺街角ワンダー好きだって。街角ワンダーめちゃくちゃ好きでしたね、うん、いいね、街角ワンダーいいでしょ。個人的に好きな響きはそっちだけどね。街角ワンダーと、うん、あと何があったっけ、最終候補何でしたっけ、最終候補何だったっけ、街角ワンダーとあとファンファーレインっていうのもあって、ファンファーレイン、ファンファーレイン、うん、そう、ちょっと言いづらいってのでやめたりとか。そうだね、うん、あとなんだっけ、いろいろあったよ。あ、膝クリシェがあった、それやめた方がいいねやめてよかったよ、膝から崩れ落ちるっていう踊りすぎて踊りすぎて膝クリシェっていうめちゃくちゃ激しい音楽やるぞみたいな。そう、でもそこぐらいまで考え煮詰め続けた結果、うん、もう本当に分かんなくなってったからね、うん、大丈夫かなと思いながら、うん、で、まあ、あの僕が落ち着いたのがテラチューン。テラチューン、こいつどういう意味なの、テラチューン。テラチューンですね、うん、あのテラ、あの色あるじゃないですか、ギガとかキロ、ギガとかいろいろあると思うんですけど、うん、テラでめちゃくちゃ大きいじゃないですか、うん、もうそれぐらいね、あの多くのその音楽たちのその多くの中にあのいろんなもの取り入れて僕たちの音楽アウトプットしようっていう、うん、ようなその一曲でいろいろ一人に一人受け取ることがね全然違ってくると思うんですけど、うん、そのいろんな楽しみ方ができる音楽を生んでいきたいなっていうのでテラチューンっていうバンド名にしました。こういうことだよね、チューン。そう、それとね、うん、あと、まあ、いろんなテラたくさんの人に叩いてほしいなとか、うん、そういうのもいろいろ合わせて、なるほどね、そうテラチューンと付けさせていただきました、うん、まあ、チューンっていうと前ラジオ曲でもよく、うん、ステイチューンよろしくとか言うけどね、ああ、そうね、ラジオ的なニュアンスもあって付けたバンドなのかなって個人的に思ったけど、そういうのもある、そういうのもある、全然、うん、本当にそう、なんかどっちかっていうと僕たちなんかミッドナイトレディオとかでね、なんか流れててほしいなって思うやってほしいもんね、正直そう、深夜のね、うん、時間に、まあ、だいぶドライブソングにもぴったりだと思うんで、そうそうそう、週末のね、うん、あのドライブソングみたいなね、夜中東京に向かう時の高速でとかさ、うんうん、いいね、そういう番組できたらいいよ ね、やりたいですね本当に、うん、なんかそれこそだって僕らそのメンバーあのその遠征あるじゃないですか、ライブ の途中とかの道中でも聴いちゃうぐらい、結構自分たちが音楽好きなんで、ね、うん、自分たちの方がかっこいいなと思って、自分たちの音楽を聴いて遠征に行くんだ遠征に行ったりするぐらい、うん、いやでもその時 の、 あのそうそうそう、ドライバーは誰なの、その時のドライバーは僕たち誰も免許持ってないんで雇うんだスタッフの子が運転してくれてますよ。で、はい、もうバンドの曲聴きながら、あ、そうです、本当に純粋に楽しみながら聴いていくの、それ反省会になったりしないの、実は、まあ、言っちゃえば今日の BGM で今流れてる曲とか、うんうんうん、もっとこここうしてきゃよかったんじゃねえかなみたいな。いやでもなんかそれを言い出したらいろいろキリがないんで、うん、その僕たちの中ではまた次今の曲よりもかっこいい曲書いていけばいいかってのは毎回言ってます、うん、かっこいいね、そう、うん、テラだね、テラ、そう、テラし、なんかテラかっこいいね、テラかっこいいやろそのこのレコーディングする時してる時とかは、うん、それこそバンドの発表前なんですよ、この曲のレコーディングって、本当、うん、そうだからバンドの曲のレコーディングがそのライブ活動よりも先だったから、うん、実際どんな受け取り方してもらえるんだろうってのもドキドキだったよね、全然わからないですよね、うん、そうだよね、これがみんながどう、僕らがいいと思ってても、うん、逆にあんましだと思ってた方がもうバーン行く時もあるんで、うん、あ、そうやね、うん、そうとかっていうのもあって、もう全然わかんなかったから、その正直今の方が愛せるようになったというか、あ、なるほどね、こういろんな反応を聞けるようになって、うん、受け入れてもらえるようになって、遅刻マンの凪くん今来ましたね、ぜひ見てください
そうっていうのもあって、だから自分たちの曲ももちろん好きなんですけど、うん、なんかみんなが聴いてくれるようになって、うん、初めてなんかあこういう曲なんだっていうのですごい好きになったりとか、うんうんうん、より一層一個ここでちょっと報告していい、うん、昨日ケンジブッチは高校生と一緒に番組やる学生応援プログラムめっちゃいい、うんうん、午後の6時に、うん、あの直に高校生に来てもらって番組やってんだけど、うんうん、昨日南高校の女子生徒2人来て嬉しい。で、うん、その1個前の番組 TH ホットジャムのエンディング曲で、うんうん、テラチューン、うんうん、さあエスケープジャーニー流してて、うんうん、入れ替えの時間で、うん、あこの曲知ってるって言ってて、やばすごいこれ買ったぞって言って、うんうん、嬉しい。南高校が動物園で、うん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 、あの文化祭やった時に、はい、テラチもそれ出てたんだよね。そうなんですよ、うん、あのノーホイパークで、うん、あのこの前野外ライブさせていただいたんですけど、うん、その文化祭のやつで、うん、もうねその JK たちがキャー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 すごい反応よかったんだ。嬉しかったね。そうめちゃくちゃ嬉しかったですね。それで買ってくれたらしくて、でしかもそれで一個報告したいのが、その、うん、女子高生の一人が修学旅行の思い出をまとめるムービーにテラチューン の, そのスターエスケープジャーニーを使ったんやね。めちゃくちゃ嬉しいじゃないそれ。あの、あの動画完成したけど、なんかインスタとかで公開すると恥ずかしいから自分だけで見てますって言ってた。なんでなんで出してもうアウトプットしやよ。アウトプットしてくださいよ。なんでそういう人がいるんで聞いてますか今。やってほしいよね。やってほしいね。でも一人がやってることはもっとやってくれてる可能性も増えてきてるから、やっぱ地元の若い子たちにも受け入れられてるバンドだなっていうのはすごい伝えたかったなっていう。いや俺この4ヶ月でだよ。うん、聞けて嬉しかったね。この青春ソングに慣れてるってことだね、はい、言っちゃえば、ね、青春ソング。うわいいな。じゃあ俺スピッツと HY ってこと。そういうこと、そういうこと言っちゃえば、うん、ということで、なんかちょっと取り残されてる、はい、ギターの直樹くん、どうもこんにちは。こんにちは。自己紹介お願いします。はい、テラチューンのギターでございます。遅刻をしました。高山です。よろしくお願いします。なんで遅刻したの今日。よくないよ。お風呂に入ってました。ラジオ聞いて声聞いてる人は今すごいトーンが低いからめちゃくちゃ反省してるんだろうなみたいに聞こえるかもしれんけど、顔めっちゃ笑ってるな。笑ってんじゃないよ。まあ、多国籍バンドなのでね、はいはい、まあ、いろんな文化がありますから。そうですね。この多国籍バンドの謎もちょっと触れていきたいんですけど、そういえばそうだね、何も言ってないからね。言ってない、はい、多国籍バンドということで、うん、あのメンバーに根結が2人いるだけですよ。でも言っちゃえば別に、まあ、日本でずっと育ってる人たちではありますが、はいはい、まあ、僕が、うん、僕ベースの方が、うん、フィリピンとアメリカのハーフのお母さんと、うん、あと純日本人のお父さんがいる、うん、まあ、クォーターとかエースって呼ばれるものなんですけど、うん、まあ、混ざっておりまして、まあ、フィリピンとアメリカの血があり、そうです、幼少期はアメリカで過ごしていたので、うん、そうなんです。本当にもちろんね、もちろん My name is Nagata。 絶対進んでない。絶対その次にギターのナギが、はい、うん、ガボンというところに住んでました、ね、ガボン、どこやねんっていう、ね、アフリカの辺の辺です。すごいね。フィリピン、アメリカ、ガボンの血がある、はい、バントっていうのが、はい、この辺にいるっていう、全国的に注目されてもおかしくないバンドなんだよね、本当に。でボーカルのつぶらに関しては、うん、あの西尾の本当海の見える山の奥の、うん、そこに住んでるんで、うん、ポツンって住んでるんですよ、本当。ボーカルつぶらの家が、ね、はい、もうなんか樹海を抜けた瞬間に、うん、マジでポツンって。すごい、ジブリとかにもありそうなみたいな。ジブリです、ジブリ、思い出のマーニーです。じゃあもう一回、フィリピン、アメリカ、ガボン、日本、思い出のマーニーみたいな、そういう感じのバンドで。そういう感じ。レオン君はどうなの。僕はむちゃくちゃ豊橋のど真ん中に住んでます。純正の、純正ですね、もう純正豊橋ってやつですね。シティ寄りの人ですね。シティ寄りの人ですね。純豊です、純豊。はい、はい、まあ、こんなメンバーでやっておりますね。はい、まあ、先ほども報告しましたけど、南高校の生徒が注目したりとか、うん、それこそ共同大学の学生にいた時とか、うん、あのテラチューンの曲もかけてたんだけど、学生さんが、うん、いいっすよねこれっつって、いいっすよねこれって俺知ってんだし、ね、嬉しい。ケンジも知ってんのみたいな感じのノリで学生が。嬉しい。想像大、確かにね、想像大と技科大と、うん、あと愛大と、うん、どこ杉城だって、どこだったっけ、平和島って杉城だった気がします。杉城の文化祭、合同文化祭、音楽祭みたいなやつにも出させてもらったんですよ、うん、あ、ほんと、そのタイミングでね、知ってもらう機会もあったんですけど、うん、すごいね、ほんと4ヶ月のうちにそんなにこう若い世代に広めていけてるのってやっぱ、うん、
すごいね、やっぱそんだけ現場に行ってること。いや現場にも行ってたりとか、うん、あとはなんかそのこの曲いいよってやっぱりそのリスナーのみんなが広めてくれるってのもあるし、うん、なんかねやっぱりこのこちらヤシノミフェムさんもすごい取り上げてくださって、うん、本当ですよ、うん、あいやもうそれのおかげでも僕たちはヤシノミフェムさんに作られているルートを言っても過言ではない、うん、まあ、正直な話個人的に好きな感じのこの楽曲性であって、あ嬉しい、まあ、言っちゃえば永田は1個前のバンド青春日和ってあるじゃん、はい、あの時の曲全然かけてないからね。おいよくないぞ、よくないぞ、かけて思ったけどいい曲だなと思ってたけど、ロックだからね、うん、あれはドンパンドドパンだからね、ずっと、うん、そうそうだね、うん、今の方がちょっとラジオ向きではありますね。そうそう、ラジオにとても向いてるね、ドライブしてる時にかかると目も覚めるような感じだから、うんね、だしなんか喋りやすいね、ってラジオの曲、うん、そう喋りやすいよこれ、なんかバックで流れてる、明るくなれるというかさ、ね、気持ちが高くなる、ね、ということでめちゃくちゃかけてますけど、うん、テラチューンはさ、まあ、今年振り返った4ヶ月で、まあ、いろいろといろんな若い子が聴いてくれたりとか、はい、それこそ修学旅行の思い出ムービーの BGM してくれたりとかすごい ねめちゃくちゃこう爪痕を残してくれておりますけど、うんうんうん、まあ、これで12月とかライブとかなんかあったりします。はい、じゃあライブの告知をレオン君の方からお願いします。はい、我々ライブがなんと直近明日に控えております。明日か、明日なんですよ、1日か、そうなんです、2日と勘違いしてた拳銃1、あ、マジでマジで明日か、じゃあちょうどよく読んだんだ本当に。あ、そう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 、12月1日にですね、うん、クラブノットという、うん、我々がめちゃくちゃお世話になっている箱の12周年、うん、14です、失礼しました12月が頭に入りすぎて14周年の14周年周年イベント1日目をテラチューンが飾らせていただけるということで、ありがとうございます、周年月間で休まずライブ演奏をしていくところだよね。そうなんですよ、この第1弾、ね、その第1弾、はい、うん、周年の初日ってだいぶね頑張らんといかんよ、まあ、期待されてるってことですからね、この東三河の音楽シーン、うん、頑張りたいですね、うん、そうだから12月1日しかもなんとですね明日 CD のリリースをします。おめでとうございます。今までリリースっていうのは何があった、うん、テラチューン今までですね、まあ、そのライブ活動初日に1枚目が出まして、そちらでスターエスケープジャーニーとシナプスで2曲を発表させてもらって、うん、でなおかつ、その次第2弾でその翌月に、2枚目のシングルを出して、そちらにファンファーレっていう楽曲と、うん、あと終わらないマジックアワーの2曲を収録したんですけど、こちらはタワーレコードで全国取り扱っていただいたりとか、うん、パワープッシュしてもらったりとかして、これもうやっぱ来年全国に行く踊れるタコスキバンドですからね、はい、そうで、うん、こちら期待の3枚目なんですけど、3枚目なんと今聞いてもらってます。今これ、あ、今これ流れてるやつ、これ流れてるやつ、これまだ本邦さらって初公開だから、ごめんごめん、僕のデータに入ったから勝手に BG しちゃったけどさ、そうだよね、送り合ったからさ、俺送る時に、ごめんごめんごめん、送る時に言ったよりね、あの未発表楽曲も入ってるから気をつけてね、言っとったっけ、言っとった、このまま行くと、あの明日出る CD の2曲目もそのまま流れますからね、ごめんごめん、これ全然終わったらうまく頭に変えて、いいよ全然、むしろ聞いてもらおう、このまま僕たちのトークで、ヤシノミフェムさんにはね、お世話になってますから、先行ですね、本当に先行で、うん、けど謝罪はするね、ごめんね全然全然もう、そう、今これ聞いてもらってる楽曲すごいブチブチイケイケのナンバーですけど、うん、こちらがね、うん、あの明日発売されます、発売です、うん、ありがとうございます。テラチューンっぽくないなと一瞬思った楽曲で、そう、そう、あの BGM とこう繋げてる時に、うん、こんな曲あったっけと思ってそりゃそうだよ、なかったよそうそうそう、もうなんならもう今だから言うから、うん、もう今だからっていうか、これ聞いてくれてるみんなだけど内緒にしといてほしいけど、はい、来年の頭にこちらあの CD の版になって、あの全国で、はい、あの発売します。バイバーイ。文面には残さないようにね。そう、文面に絶対に SNS 投げられる。絶対ダメ。もう勝手に告知されちゃ、あの公開されちゃったんだ、音楽が。勝手に音楽公開されちゃうよ、勝手に流すけど。テラチューンよくやるよね、このパターン。いや、よくやるね、まあ。僕のミスもよくあるけどさ。ラジオだけの先行マディアル効果あるよね。そうそう、だからあの本当は12月1日に、うん、あの会場に来てくれた人じゃないと、うん、こちらの音源聞けなくって、うん、でそのサブスクにも公開されるんですけど、そちらのサブスクの公開の日程はまだちょっと後から見てる。じゃあ明日行かないと聞けないと、今言っちゃえば僕たちのトークで、うん、あの全然聞けてない音楽なんだけど、うん、しっかり聞くには、うん、明日クラブノットに行って、はい、版を買うしかないと、うん、ということでございます。うん、いい曲だよね、2曲。そうですね、かっこいいよね。基本的には誰なんですか、凪が。凪くん、かっこいいじゃん、凪くん。頑張りました、うん
まあ明日ライブがあるということで、まあ12月にも他にもライブは決まってるのかな。はい、はい、あとは、うん、12月がその1本の他にでいうと12月の31日ですね。ああ、年越し。そう、12月の初日と最終日しか月ライブがな、あ、こうないんだね。確かに、うん、頭とケツだけ、うん、なんかライブ多かったもんね。なんか違和感感じますけど、はい、うん、あとは12月31日、うん、あの年越しのイベントに出演します、うん、こちらもね豊橋クラブノートなんですけど、まあそちらもね、まあ、年度の最後なので、うん、年末最終日なので、あのみんなで一緒に年越せたらなっていうようなイベントになってます。締めくくりクラブノットよろしくお願いします、はい、まあそれでは年も終わるよっていうことでね、明日から12月、あと1ヶ月で2022年も終わり、悲しい、2023年になっていくということで、はい、目標聞いていきたいよね。もう、どこよりも早い新年の目標だよこれと言っちゃえば。確かにね、でも日本で一番早いんじゃない、うん、早いと思うまだ12月の早いんだもん新年の目標、じゃあ レオン君から来年以降テラチューンどうなっていきたいかですか。来年以降テラチューンどうしますかね。まあでも今も結構ライブいっぱいしてますけど、うん、もっといっぱいライブしたいなとは思っております、うん、もっといっぱいライブして、うん、ライブのクオリティも、うん、楽曲のクオリティも、うん、もうめきめき上げていきたいななんて思っております、うん、まあ、本当にさ、うん、まあ、全員に聞いてもらいたいと思うけど、レオン君は特にどの層に聞いてもらえたらめっちゃ嬉しい、うん、いやでも高校生聞いてもらえたのめちゃくちゃ嬉しいな。嬉しいよね、若い世代に聞いていただけてるのはなんか、うん、僕も嬉しかった。嬉しい、ね、修学旅行の思い出ってすごいなっつって。やばいよね、だってムービーって正直ね、うん、正直な話、うん、若い子には絶対受けんと思ってたもん。あけどね、いいねこれっていう子多いよ。あ、そうなんだ、すごい、嬉しい、嬉しい、うん、本当にやっぱこういう若い世代をね引っ張っていくね。はい、ね、まあ、手足で言うと昔からねルーズリーがあったりとか、うん、もういろんなメジャーバンドで頑張ってくれた人がたくさんいて、本当にその流れをテラチューン、最近こう若い世代もね、うん、頑張っておりますけど、もう一声欲しいですからね、はい、そうですね、うん、あの豊橋をね、うん、より一層好きになってもらえる一つの要因として僕たちのバンドがあればいいなって思いますよね、うんうん、そうそうそう、うん、まあそれこそね、岡崎に東海オンエアがいるみたいに、豊橋にテラチューンがいるから豊橋遊び来たよみたいな流れになってくると嬉しいよね、はい、っていう。それは嬉しいな、うん、俊美さんとこの前対バンしましたからね、ね、してたよね、はい、うん、としな、やっていきたい、やっていきましょう。じゃあ凪くん、来年の抱負は遅刻しないようにですか。もうそうですね、俺は生まれた時からやっぱ遅刻はしたくないんですけど、ね、来年リアルにバンドとしては、うん、バンドとしては、うん、そうですね、まあもうやっぱ僕は曲を作るぞっていうのがやっぱ一番、うん、一番ですね、うん、あ、1個お願いしていい、はい、曲作るぞっていうのが一番でしたよね。そうですよね、来年、はい、ヤシのメヘム30周年なんよね。おお、これ前も一回そう、前も言ってる、29周年やないよねみたいな言ったけど、うん、作ってほしいのよね、ディアル。ちょっとラジオテーマにね、コンペ立ち上がろうぜ、うん、コンペティションを、うん、コンペティションしましょう。ラジオテーマにみたいな。ラジオテーマにいいね、うん、踊れるドライブじゃん、うん、だって俺らのライブの登場 SE あるんですけど、うん、登場 SE 的に流れる音楽ね、うん、チューンポップラディオから始まってますから。あ、いいやん、そう、うん、作りたい、ラジオ の、うん、そのラジオテーマにした曲めちゃくちゃ作ってほしいなっていうのはめちゃくちゃあるねっていう、うん、作りましょう、作ってほしい、でもまああれか、ちょっとラジオ番組やらんと作れんか。あ、今このラジオお聞きのスポンサーの皆さん、スポンサーの皆さん絶対に売れるので、地域の社長さん、もう本当大きくは言えないですけどね、すごい大きなレーベルがどのこうのみたいなね、どのこうのみたいな可能性もありますからねって、可能性もありますからね、うん、今のうちですよって言われて、いやらしい、よくない、よくない、よくない、だけど本当に謙虚に生きていこう、そう、そういう番組やってほしいよね。昔言ってたことルーズリーがやってたりとかってあるんだよね、やっぱやりたいよね、本当に。今頑張ってる若い子たちのバンドを、豊橋で頑張ってる発信してる子たちの番組って欲しいので、はい、その辺の制作会議していきましょう。じゃあぜひともお願いします。よろしくお願いします。凪くんはあのラジオテーマの曲を作る、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ長田も、はい、のテラチューンバンドとしては、テラチューンのバンドとしての展望はより多くの方に知っていただきたいっていうのはもちろんあるので、それこそ、うん、今年はあまり県外でのライブができなかったっていうのもあったので、来年もっとその東京だったり大阪だったり、うん、その間だったりとかもっと遠くの場所とか、うん、いろんなところにいるあのテラチューンを好きだと言ってくれる人を増やして、うん、またそれをね豊橋のみんなにも豊橋に持って帰ってくるというか、うん、豊橋のシーンに盛り上げていって、なんかそのなんて言うでしょう、
またより一層自分たちが応援したくなるようなバンドでありたいなって思うので、うん、そういった活動をしていきたいなと思っております。はい、それと同時にまあ、ヤシナミエフェムさんであの番組を持たせてもらえるということを、うん、2023年の目標にしたいかなというふうに思っております。うんうん、ぜひぜひやってほしい。やりたいね。よいしょ。ゲン星野になりたいもん俺。ゲン星野。ゲン星野だったら個人的にはいらないけどね。すごい尖ってんなこの曲。ゲン星野はいらねえっつって。尖ってんなこの曲。俺が尖ってるじゃないですか。欲しいよ絶対。欲しい。あ、いらねえな。局長さん欲しいですよね。僕はいらないです。本当に。僕はこう、うん、魂を揺るがす何か欲しいですからね。じゃあ俺たちの魂をね、うん、この土地に震わせていきましょう。ラジオネームさくねさんから、皆さんこんにちは。こんにちは。テラチューンの永田さん、聞いた声だと思ったら DHT ホットジャムの永田くんなのかなっていう。ああ、そうなんですよ。どうも同一人物です。あとはね、日曜日の豊橋の若い子たちが元気だとおばさんとても嬉しい、頑張ってねというそんな応援メッセージをね、リスナーの方から来ました。今この元気さでね、いろんなリスナーの方にテラチューンというワードは耳に入ったと思いますけど、まあ、曲聴きたいよ、情報見つけたいよみたいな、そんな人どこでなんか見たらいいですか、情報は。やはりソーシャルネットワーク。おい、寝てるでしょ。ちょっと、おい、今しっかりしんといかんとこだよ。いや、絶対俺がね、途中から来たから誰も喋らせてあげようかなと思ってるのに。合ってるかなって思って。 SNS で合ってるよなって。 SNS です。 SNS では検索はどうやってやればいいですか。テラチューン、英語で TERATUNE で検索してもらえれば、Twitter、Instagram 出てくると思うので、ぜひ、チェックしてください。あと YouTube も、MV とかいろいろと出てますので、こちらの方もチェックいただきたいです。 SNS、Twitter、Instagram、YouTube、で、音楽配信サイトとか各配信サイトでもテラチューン検索すれば、かかってきますよっていうので、各種プレイリスト載ってますんで、あと謎にね、TikTok もありますね。全然上げてないから言わないでよ。TikTok 上げた方がいいよ、実際。全然上げてないからさ。絶対上げてた方がいいよ。絶対上げていきましょうかね。上げていきましょう。こういう動画、俺今 TikTok 撮るわ、じゃあ。おー、ちょっとじゃあ、これ終わったら撮る、みんなで一緒に。あー、いいですね。番組言っちゃえばさ、あと、4分で終わりだからさ、もうこのままもう、テラチューンの次の曲って何分、それで終わろうかなと思うんだけど。俺ら押してない、大丈夫。アテラチューンの曲が多分ここの携帯に入ってて、すごいね。いや、説明中ですからね。スターゲイザー、それ何分ぐらいある、それ、3分半とかですかね。3分半とか、もうちょっとあったっけ。4分あったっけ。これに合わせて終わっていくしかないのかなとは。ああ、そういうことですね。ちょっとお待ちください。スターゲイザーの分数です。4分ぐらいあるからもう終われるね。あ、終われるね。じゃあもう終わりましょうかね。お別れ。そうだね。はい、ということで、まあ、こういう豊橋、今日僕伝えたかったのは、今までこのシリーズとして、まあ、真摯に住み着いた若い陶芸家ケンジ君、これ僕と同い年、いや、そうなんだ、すごい、で、豊橋に住み着いた女優ゆり子ちゃん、これ僕の一個上、で、豊橋に配属された記者、斎藤記者、26歳、で、まあ、この活躍するあの若い子を紹介したいなということで、豊橋で今頑張ってる、テラチューンを紹介させていただきました。今年誕生したバンドということで、来年さらに注目されて、本当に全国に行く踊れる多国籍バンドとなってますので、この地域の方はぜひとも応援いただけたらなと思っております。はい、さあ、ということで最後にこれかかってきました曲紹介お願いします。はい、はい、12月1日に発売されます、明日ですね、サードディスコ、ダンスの中からスターゲイザーという楽曲です。はい、この曲を聴いてお別れになっていきますということでね、ぜひともテラチューン、テラチューン覚えていただけたらなと思います。明日のライブぜひともクラブノットで、よろしくお願いします。お待ちしてます。待ってるぜ。本当に一言ずつ、じゃあ凪くんからリスナーメッセージどうぞ。マジでライブ見に来てね、待ってるよ。バイバイ。お聞きいただきありがとうございました。明日お待ちしております。スラムダンク楽しみだ。はい、ということで、今日の水曜クラブ第5週目、ケンジブリッジがお送りしていきました。この後3時からは友田ゆいちゃんが、登場しますんでね、ぜひともこの勢いのままよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。また明日ね。駆け抜けてく夜、下を拒む人だかり、飲み込んだ入れない、隣に回りに心に視界に映り込む。
く届かない年になる。